ねえ、日本で初めて夫婦喧嘩をしたのは誰か知ってる？え？そんなことわかるの？実は、古事記の中に日本初の夫婦喧嘩のエピソードが出てくるんだ。古事記って、日本の神話や古代の天皇の物語をまとめた書物のこと？うん、よく知ってるね。えへん。古事記に登場する、イザナギとイザナミという神様の話で、夫婦喧嘩のことが描かれているんだ。神様が夫婦喧嘩するの？そうなんだ。しかも、この夫婦喧嘩のせいで、人間はとんでもない宿命を背負うことになったんだ。とんでもない宿命って何？気になる？私、気になります。それじゃあ、イザナギとイザナミの物語を紹介するね。はい、お願いします。遥か昔、まだ日本が存在しない頃、イザナギとイザナミは特別な使命を授かったんだ。特別な使命って何？国づくりだよ。国づくり？その頃の地上はまだ水に浮かぶクラゲのように漂っていたんだ。だから土地を固めて整えて国を作るという使命を授かったんだ。どうやって国づくりしたの？まず、イザナギとイザナミは、アメノヌボコという矛を、海に突き刺してかき回したんだ。矛を引き抜くと、刃先から、塩水が白い雫となって滴り落ちて、その雫が積もり、凝り固まって一つの島ができたんだよ。その矛は、魔法のアイテムのようなものかしら。そうだね。その島に降り立ったイザナギとイザナミは、神の力を使って、天上界に届くほどの大きな柱を立てたんだ。さすが。神様はすごいわね。ここからは驚きの展開になるよ。え、どういうこと？イザナギがイザナミに、あなたの体はどんな風になってるの？って聞いたんだ。それってアウトじゃない？今だとこんなこと聞けないけど、神話の世界の話だからね。それでイザナミはどうしたの？私の体は出来上がっているんだけど、裂けてくぼんだところが一箇所あるの、って答えたんだ。嘘、信じられない。でも、実際に、古事記に出てくる話だからね。神様って、結構大胆なのね。そうなんだ。それに対して、イザナギは、私の体も出来上がってるけど、一箇所出来すぎて、矛のように出っ張ったところがあるんだ、って答えちゃってるし。ちょっと。さらに、私の出っ張った矛で、あなたのくぼんだところを塞いでみてはどうだろう、って誘っちゃうんだ。何？それって、つまり、やりたいってこと？まあ、そういうことだね。いきなり直球で迫られて、イザナミはドン引きしなかったの？うん、イザナミが承諾したから、イザナギとイザナミは、日本初の結婚式を挙げるんだ。神様が結婚式したんだ。今の結婚式のイメージとは違うけどね。イザナギとイザナミは、背中合わせに立って、神聖な柱の周りをそれぞれ左回り、右回りで歩き出して、柱の反対側で巡り合うんだ。男女の運命の出会いを表現したのね。その時、イザナミが、なんて立派な拝みなのでしょう、と声をかけた。女性の方が先だったのね。うん、イザナギは、自分の方が先に声をかけなかったことを気にしながら、なんと美しい女神なのだと答えた。やっぱり気にしたんだ。こうしてイザナギとイザナミは夫婦になり、それから子作りに励んだ。ちゃんと結婚してからしたのね。イザナミはすぐに身ごもったけど、二度も流産してしまうんだ。それは気の毒ね。イザナギとイザナミが天上界の神様に相談すると、女神から先に声をかけたのが良くなかったようだ。今度はお神が先に声をかけなさい、とアドバイスされた。プロポーズは男性の方からするものという認識はそこから来ているのかもしれないわね。島に戻ったイザナギとイザナミは改めて婚礼をあげるんだけど、柱の反対側で巡り合った時、今度は先にイザナギの方から言葉をかけたんだ。それでうまくいったの？うん。それからイザナミは立て続けに大きな八つの島を産んだよ。島を？八つも？そう。大屋島国、つまり日本が誕生したんだ。イザナギとイザナミが日本のお父さんとお母さんなんだね。国生みが一段落したところで、イザナギとイザナミは
神海を始めたんだ。家の神、海の神、川の神、水の神、風の神、木の神、山の神、野の神、船の神、食べ物の神。イザナギとイザナミは子だくさんだったのね。イザナギとイザナミは互いに深く愛し合い、多くの子宝に恵まれて幸せな日々を過ごしていたんだ。よかったね。ところがある日、悲劇が突然訪れた。え？イザナミが火の神を産んだ時、大やけどを負ってしまったんだ。そんな。イザナギの必死の看病の甲斐もなく、イザナミは息絶えた。イザナミ、かわいそう。イザナギはしばらくの間打ちひしがれていたけど、もう一度イザナミに会いたいという思いが募っていった。イザナギ、辛いよね。そして、そうだ、これから黄泉の国へ行ってイザナミを連れて帰ればいいじゃないかという考えが浮かんできた。黄泉の国って死後の世界のこと？うん、黄泉の国は出雲の国の外れにある坂を下った奥深い場所にあると言われている死者の国だよ。そんなところにあるんだ。イザナギが長く曲がりくねった坂を降りると、巨大な岩山の門がそびえ立って道を遮っていた。そこが黄泉の国の入り口なの？そう。でも扉が固く閉じていたから中に入ることができなかった。一体どうなっちゃうの？ここからはクライマックスだからドラマ仕立てにするね。イザナミ、私だ。イザナギだよ。迎えに来たよ。イザナギは扉の向こう側に聞こえるように大声で呼びかけた。イザナギが何度も繰り返して叫ぶと、ようやく扉の向こう側から懐かしい声が聞こえてきた。イザナギ？イザナギなの？どうしてここへ？あなたを迎えに来たんだよ。まだ国づくりは終わってないじゃないか。一緒に帰ろう。しばらく沈黙が続いた後、イザナミの嗚咽が聞こえてきた。今更遅いわ。私はすでに黄泉の国の食べ物を口にしてしまいました。もうそちらの世界には戻れません。なぜもっと早く迎えに来てくださらなかったのですか？すまない、イザナミ。もっと早く迎えに来ればよかった。でも私はまだ諦められない。イザナミを愛してるんだ。イザナギはなおも食い下がった。わかりました。あなたがせっかく迎えに来てくださったのですから、私をそちらの世界に返してもらえるよう黄泉の国の神々にお願いしてみましょう。でも私が黄泉の国の神々と相談している間、決して中を覗いてはなりません。絶対に私の姿を見ないと約束してください。イザナミの強い口調に驚きながらも、イザナギは約束を守ると誓った。それから何時間経っているかもわからないまま、イザナギは待ち続けた。いつまで待てばよいのかわからないまま、ただ待ち続けるのは辛かった。イザナギは次第にイライラし始めた。何かあったのだろうか。イザナギの心の中に不安な気持ちが湧き上がってきた。少し中の様子を見てみよう。イザナギはとうとう待ちきれなくなって扉を開けて中を覗いた。暗くて中がよく見えないな。イザナギは髪を束ねた櫛の葉を一本折ると、それに火を灯して扉の中に入っていった。そして暗闇の中を小さな明かりだけを頼りに一歩ずつ前に進んでいった。足元はデコボコで、ゴツゴツした岩のように硬くて歩きにくかった。イザナギはところどころつまずいて転びそうになりながら歩き続けた。イザナギは黄泉の国のかなり奥まで入ったところで何かに足をぶつけた。足元にある何かを確かめようと明かりをかざしたとき、イザナギは驚愕のあまり、それが自分の声とは信じられないほどの悲鳴を上げた。そこには、かつてイザナギが愛した女神の変わり果てた姿があった。
腐敗したイザナミの体には、ウジが湧き、頭、胸、腹、また、左右の手足から出てきた、ヤクサの雷槌の神が、イザナギをじろりと睨みつけた。イザナミの顔は黒ずみ、鼻がもげ、歯がむき出しで、片方の目は、落ちくぼんで失われていた。イザナギ？どうしてここにいるの？なぜ約束を破ってしまったの？イザナミは、残った方の目を、ぎょろりと動かし、イザナギの顔を凝視しながら、恨めしげにつぶやいた。決して私を見ないでと、あれほど約束したのに。こんな醜い姿を見られるなんて。これほどの恥ずかしめを受けるなんて。私は今でもイザナギを愛しているのに。あなたと一緒に帰れることを楽しみにしていたのに。なのに、お前は裏切った。私に恥をかかせた。なんと恨めしい。許さない。絶対に許さない。イザナミの声は、しゃがれて、次第に大きくなっていった。あまりのおぞましさに戦慄を覚えた、イザナギの体は硬直し、足がガタガタと震え出した。イザナギは、恐怖におののいた体に鞭を打って、なんとか、キビスを返すと、出口に向かって脇目も振らずに走り出した。イザナミは、あたりにいた魔物たちに、イザナギを、追うように命令した。イザナギは、前につんのめりながらも、必死に逃げた。しかし、魔物たちの足は異常に速く、イザナギのすぐ後ろまで迫ってきた。イザナギは、黒いつる草でできた髪飾りを外して背後に投げた。すると、つるが勢いよく伸びて、ブドウの実がなった。それを見つけた魔物たちは、ブドウの実にむしゃぶりついた。時間稼ぎができると思ったが、魔物たちは、ブドウの実をすぐに食べ尽くして、再び追いかけてきた。イザナギは、今度は、紙に刺していた串を、後ろに投げつけた。すると、タケノコが生えてきた。魔物たちは、タケノコに食らいついた。この、役立たずどもめ。何をしている、お前たちも行け。絶対に逃がすな。イザナミは、激怒して、雷神たちと黄泉の国の軍勢に命じた。新たな追手は、凄まじい勢いで、イザナギに追いついてきた。イザナギは、背中に背負った、トツカの剣を後ろ手で抜いて振り回した。聖なる剣は、まばゆい光を放ち、追手の目をくらました。その隙をついて、イザナギは、出口まで続く坂のふもとまで戻ってきた。そこには、桃の木が立ち、邪気を払う力を宿した桃の実がなっていた。イザナギは、桃の実を三つもいで、追手に向かって投げつけた。すると、桃の神聖な力によって、悪霊たちは勢いを失い、散り散りになって退散した。これで、一安心と思ったところ、イザナミが自ら追いかけてきた。イザナギは、足をもつれさせながらも、必死になって走り、なんとか、出口までたどり着いた。そして、巨大な岩石を押し転がし、急いで出口を塞いだ。イザナギは、ようやく逃げ切った、安堵感から、ぜいぜいと息を切らしながら、大岩にもたれかかった。すると、大岩の向こう側から、イザナミの声がした。どうしてこんなひどいことをするの？私は、こんなにもあなたを愛しているのに。私とあなたは、住む世界が違うんだ。もう、一緒に暮らすことはできない。イザナギは、イザナミを悟すように言った。すると、ガリ、ガリ、
というイザナミが爪で岩を引っかく音が聞こえてきた。全部お前のせいだ。お前が私との約束を破ってひどい仕打ちをしたからこんなことになったのだ。許さない。絶対に許すものか。イザナミは声を荒げて叫んだ。そうだ、これから毎日お前の国の住人を千人呪い殺してやる。イザナミの怨嗟の声を聞いたイザナギは宣言した。私とあなたは国づくりの使命を授かった。だからあなたが毎日千人殺すのなら、私は毎日1500人の子供が生まれるようにしよう。これがこの国で最初の愛憎劇の顛末だよ。イザナギとイザナミの夫婦喧嘩の煽りを受けて、人は生き死にする運命を背負ったんだ。日本を生んだ神様なのに、イザナギもイザナミも報われない結末なのね。古事記ではこの後イザナギとイザナミの子孫たちの物語が続いていくんだ。私、続きが気になります。それじゃあ今度続きの話をするよ。楽しみにしててね。